さん、こんばんは。今日はスーパーに聞こえてますか？聞こえてますかね？明るくしたからどうかなと思ったけど。見てください、ちょっと食べかけなんですけど、ショールームが繋がらなくてお父さんに電話してて、そう、それで食べちゃったんですけど、見てください、ロールキャベツを作りました。おいでマロン、ここおいで、膝の上おいで、おいでおいでおいで、よし、すごくない？キャベツがスーパーに帰り寄ったらキャベツが108円、そう、安いですよ、丸ごとでね、丸ごとで108円だったので、そう、せっかくだからと思って巻き巻きして、見て、ロールキャベツを作りました。ちょっと難しくて、なのでこれを食べたいと思います。iPad の充電がなくて、そう、丸ごとで108円は安くないですかって思ってね、作っちゃいました。めんどくさかったけど、いただきます。半分食べたんですけどね、うまい。今日は6期生のイベントのリハをしてきました。なんと明日はめちゃくちゃあったかいそうで、うまい、めちゃくちゃあったかいみたいで、本当にいい天気らしいですよ。しかも撮影が OK みたいなので、亀子さんみたいなやつも多分 OK なんじゃないですかね、多分撮影が OK ってことは。まあさっきなんか Twitter に上がってたけど、ルールを守りつつね、お願いしますね。おいしい、これ頑張って巻き巻きした甲斐があります。うん、撮影が OK って聞きました。今日私は下手が多いですね。はい、下手が多いんですけど、でも上手にも行くのであれだけど、下手がいい気がします。私のファンの皆さんはけど7人なので、そう、7人だからそんなに見にくいってことではないと思います。見やすいと思う。しかも同期だしね、楽しみですよね。うん、このキャベツが甘い、だからこんな甘く感じるのかな、めちゃくちゃ甘い。なんで安いのに甘いんだろう。カメラ持ってこうだって、ぜひぜひ。あの衣装が可愛いんですよもう何回も言う、衣装が可愛い。
あ、プレゼントだって。プレゼント、みんなこれをリツイートしましょうね。 FM、 私がリツイートしたやつ、プレゼントが当たるんだって。何のプレゼントかはあれですけど、プレゼントが当たるんだって。だからぜひ頑張って当ててほしいなっていうふうには思います。もらえるものはもらいましょう。うん、ごめんね、マロン。おいしい。なんかもうちょっとキャベツが甘くない方がおいしい気がする。のんちゃんはお風呂入ってんですか、だって。私お風呂入りました。お風呂入ったので、お風呂入って、今日は明日イベントなのでパックしたりマッサージしたりしたら1時間くらい結局お風呂にいて、そう、長居しすぎちゃった。長居して、それでまた足のマッサージしてとかで、使ったことない化粧水を使ってみて、まあこれで明日鼻が荒れたらあれなんですけど、でもまあ多分大丈夫だと思うので、ツヤツヤしてるでしょ、めっちゃ保湿が高い色にしました。りのちゃん、大分に来てくれることがプレゼントです、だって。行きますよ、大分楽しいですもん。でも今季、まあ今年は何回行ったかなってレベルでいっぱい行きましたね。4回は行きましたね。いっぱい行きました。スタバだって。わあ、やったー。スタバはそう、今日5期生のリハーサルが、明日のイベントのリハーサルがあったんですけど、そのイベント前にみんなで集まって、先生がちょっと遅くなってしまった、リハの開始時間が遅れたので、みんなで仲良くスタバにマネージャーさんと一緒に行って、で私はピスタチオを飲むって決めてたね、今の新作のピスタチオだけど、クルタン飲んでなかったのかな。でクルタンもピスタチオの味がわからないみたいな言ってたから、みんなと一緒に飲もうって言って、7人でお揃いのピスタチオを飲みました。美味しかった。でも私実は昨日飲んだんですよね。昨日か一昨日か飲んだからさ、あれだったんだけど、一昨日か。私は夕方に大分のイベント会場の寿司名人に行きました。先取りじゃん。美味しかったでしょ、寿司名人。明日会場に行く方で時間がある方いたら寿司名人行ってください。めちゃくちゃうまいです。私あそこの寿司が一番好き、一番好きです。飲みました、美味しかったよ。みんなで7人でお揃いでね、マークイズまで歩いて行って飲みました。うまい、もう一個食べたいくらい。キャベツが甘い。何キャベツだろうこれ、甘すぎる。クルタンとね、チョコソースかけて飲もうだって。クルタンかけてたっけ。いぶきがかけてました。いぶきかけてて、いぶきはいつも新作のやつにアレンジするんですよ。で私は新作をアレンジするのはあんま好きやないから新作のアレンジ反対派なので、そう、
絶対いらないって言うんですけど、いぶきはだいたいチョコソースやら何やらかけてますね、いつも。まあ、でも美味しいと思うんですけど、でも私は新作はもうそのままの味を楽しみたいタイプなんですよ。そうそうそう、すぐアレンジする。なんかね、私は1回目は普通飲んで2回目アレンジとかだったら分かるんだけど、一発目からアレンジするからなんでみたいな人の飲み物だから別に、何私が言うのはあれなんですけど、でもいつもそうだから、いつも言う。でも美味しいよって言ってくるのよ私に。新作飲んだらね、美味しいよって言ってくるからあれなんだけど最初はそのままの味が知りたい。そう、私はそういうタイプなんですよ。てか私は結構そのままの味が好きなタイプなので、あんま味変とかは好きじゃないんですけど、そう、新作はトールサイズのみですかね。だってそうです、トールサイズのみでした。でもなんか寒いからあったかい日に飲んだ方がいいと思います。結構冷えちゃう。でもなんか最近はお刺身とかもちゃんと刺身醤油とかを使った方が美味しいってことに気づいて、そう、なんか私は普通の醤油、甘めの醤油が苦手だったので、そう、なんか普通の醤油、スーパーに売ってる醤油を使ってたんですけど、お刺身屋さん、お刺身食べた時に甘いお醤油が、福岡は多いんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、でそれが刺身醤油だったのかな、だったかな、ちゃんと甘いやつの方がやっと慣れてきたのかも私。そう、甘い醤油が慣れてなかったから普通の醤油使ってたんですけど、甘いお醤油が美味しいです、やっぱ。うん、やっと気づいた甘い醤油違和感ありますかって、あ、違和感がありすぎて家では絶対普通の醤油使ってたんだけど、お店屋さんの刺身食べた時に甘いやつでお醤油がめちゃくちゃ美味しかったの。それがカツオ食べたんかな、めっちゃ美味しくて、こんなに美味しいんだと思ってかな、でもまだ買ってないんですけど、美味しいお醤油に出会いたいなって思ってるところです。刺身がうまいだって。そう、甘めの醤油が本当に美味しかったんですよ。博多美人だって私は高校駅まだでも6年も、人生の3分の1過ごしてるって感じですかね。って考えたら結構長いですね。まだ私21年しか生きてきてないけど、21年もうかもしれないけど、運動筋っていうメーカーの醤油が美味しいよだって。明日行けるかな。私はね、おばあちゃんの、おばあちゃんがカトレを使ってたので、カトレは醤油は分かるんですけど、お腹いっぱい。そんな明日は大分をお店を買う予定は、なんか寄れる予定はあるのでしょうか。でもみんなは明日は何、福岡に来る方
方も来れない、あ、大分、大阪じゃないや、大分か、大分に来れる方も来れない方も楽しみなこともあるので、もうちょっと待っててくださいね、在宅民の皆さんも。あ、美味しかった。北村醤油が美味しいです。だってメモメモ、私すぐ忘れちゃうの、人の話。新竹カレー買って帰ってください。だって私最近マッシュルームとエリンギが食べれるようになりました。そう、えのきは好きだった。あれ、マッシュルーム、エリンギ、あのちっちゃなキノコがあんま好きじゃないんですよね。しめじかな、あ、しめじだ、あれが。でもあのなんか味がいっぱいついてたら、そのハンバーグみたいなのとかとつけたら食べられるんですけど、はあ、お腹いっぱい。会場まで車で1時間かからないので食べていきます。だって、うん、近いですね。お腹いっぱい。でもこの1年食べるようになったからすごいよね。エレタントの地域猫の動画見ました。わーい。そう、地域猫、いつかな、あれは11月かなにロケで行ったんですけど、私地域猫っていう存在を知らなくて、そうそうそう、で地域猫をその日にいっぱい学んだんですけど、そう、なんかやっぱあの外に歩いてるワンちゃんや猫ちゃんがいっぱいいて、そうそうそう、その中にそうなんか気をつけましょうポイントみたいなのがいっぱいあったので、あ、皆さんもね知ってたら多分いいと思うので、私も知らないことがいっぱいだったので、そうそう、知っておきましょうポイント、なんて言えばいいの、行きましょうポイントって意味わかんないけど、ポイントみたいな、なんかそういうなんていうんですか、めっちゃわかりやすいですよね、あの動画。あ、こういうことがあるんだみたいなのがすごく、知らない、私知らないこと多いなと思ったんですけど、そうそうそう、なので、あ、どうしたどうした、そういうのはありましたね。うん、で私も餌やりしてみたりとか、あんまりその人間慣れしてない猫ちゃんたちだったので、その触るとかはちょっと難しかったからあんまできなかったんですけど、でも寄ってきてくれて、そうご飯をあげたらちょっとずつ心を開いてってくれてる感じとかがすごく嬉しかったのもあるんですけど、そう、その動画が昨日かな上がりました。イエーイ、ぜひご覧ください。10分くらいの動画かな。ハリーさん、クジナッキー、ニコラス、タン、魚さん、取り立て王子さん、スエさん、カズピさん、ソウさん、トシさん、タロの魚さん、ミンパディ、クー、ノブリン、インパディ、プリントーさん、ブルーリングさん、カスさん、プリントーさん、ミシプー、ソウさん、コージー、頑張った頑張った、タロの魚さん、イチゴさん、ニシイロさん、岡本さん、吉田さん、佐世保のてっちゃん、太郎の魚さん、吉田さん、佐世保のてっちゃん、ありがとう、てっちゃんメリクリー、エミジーもありがとう、ななはちゃん、ありがとう、取り立ておじさんもありがとう、皆さんありがとうございます。りょうちゃんの衣装も可愛かったのって、あ、でも、あのファンの方から人気なコーデでした。
明日人生初の大分行きますだって。すごーい。大分はワッタンに何があるのかな。さ、私も行ってないんですけど、何があるかな。早い、8時に閉まっちゃうのね。フロアガイド、まあ今日すぐ寝ちゃいそう。疲れちゃったな。なんか見方が難しくて見れません。あとなんか話す話あったかな。あ、思い出した。三角定規劇団が1月に、そう、この話もあんましてなかったよね。そう、1月に私も2回目出演させてもらうんですけど、今回は大葉ちゃんと一緒に2人でやるので、それはすごく後輩さんと2人のお仕事、私多分初めてかな。そう、多分後輩さんと2人のお仕事はしたことがないと思う。ないですよね。あくび。またスーツを着て登場すると思うんですけど、そう、多分後輩さんと二人のお仕事は多分私初めてだと思うので、はい、楽しみだなって思いますし、すごいね。なんか1回目やったんですけど、ずっとドキドキしてた。なんか何だったっけ、なんか自分が言うワード、自分が言うセリフがと、あと設定が決まってるんですよ。そうそう、設定が決まってて、それでその自分が言わなきゃいけない言葉を言い、自分がやらなきゃいけない言葉を言いつつ演技もしていかないといけないみたいな。そう、結構難しいんですね。とってもとっても難しいんですけどなんて言えばいいの、なんか もともそれも全部くじで決まるんですよ。くじで、その場で。だからもう考えようがなくて難しいんですけど、なんか設定を自分たちで作って、出てくるタイミングも、もうどういう役でするのかもめっちゃむずいめっちゃむずいんですけど、あ、ごめんね、まろ、めっちゃむずいんですけど、でもそう、斉藤さんとかもいらっしゃって、土井さんとか、これも転売の時にご一緒した方とかがいっぱいいらっしゃるので、そう、でもあの時は初めましてだったから緊張だったんですけど、今はもう1ヶ月くらい一緒に舞台をやったので、そう、あんまり緊張せずにお話できそうな気もします。今度も行きたいだって。そう、また今年も出演が決まりましたので、よろしくお願いしますお願いします。芦屋だからちょっと遠いんですけど、1月の21日曜日、ワクワクです。そう、土井さんはビンタした人です。私がビンタした人です。
すごい知らない芸人さんがいらっしゃる。テムニーさんとか、私はそよ風マシオさん知らないですね。初めてお会いします。時間があったら行ってみようかな。だってそう、なんか私のアイドルだったりはしないんですけど、歌いは1ミリもしないんだけど、なんだろう、まあ、感覚的に言ったら煮沸みたいな、なんですかね。前はアキューさんと一緒にすることなかったんですけど、すごい引っ張ってくれたからよかったんですけど、でもアキューさんめっちゃおもろいんよ前回はアキューさんと私2人で出て、めっちゃ面白いの、アキューさんがもう最高に面白いかなあれだったんですけど、私も今回もでということで頑張りたいと思います。私できるかな、後輩さんと一緒に でも土井さんとか会えるのめっちゃ楽しみ。土井さんは舞台の時に仲良くなったの、これも天板の時の3の時に仲良くなったので楽しみ、めっちゃ入るのは。でもまだ1ヶ月もあるから、1ヶ月もドキドキしないといけないやん、これ楽しみです。初めてお会いする方って前もって情報を調べていったりしますか？私も調べていく時もあります。なんかそういうお名前を調べて出てきてる情報を見て、あ、こういう番組出てるんだみたいなとか、そう調べてったりするんですけど、でもやっぱお話ししていく上で忘れちゃう時もあるので、そうそうそう、忘れてっちゃう時もあるから、まあその時はお話しながら、そうなんですねみたいな感じの時もやっぱありますね。でも基本的にはその場でお話しますね。なんか特に芸人さんと一緒にお会いすることがやっぱ今年とか多かったんですけど、優しいんですよ皆さん。なんかこっちのこと多分調べてきてくれてるのかな、多分 HKT ちゃんっていう多分アイドルって思ってると思うんで、すごく優しくて、そうだからお話しかけて振ってくださることの方が多いかもしれない。トマさんありがとうございます。シロさんも佐藤もハリーもありがとう。マックスありがとう。コージありがくまー。シャンさんもありがとう。タラの魚さんもありがとう。ポッケさんもありがとう。トマさんもありがとう。あ、スパゲティ体操ゲーチュゲーチュスパゲーチュゲーチュ。スパゲティ体操知ってますよ。スーパーゲーチュ。8時までしようかな。あとなんか話はありますか？最近の話しておかないといけない話ありますか？ゆんちゃんのお首が映りました。私いっぱい首しちゃう。
思った。私もクリスマス公演メンバー出た、まあ、りのりは出演するんですけど H なので。んじゃいっぱいあるやん。やだ、お願いサンタさん、今日は特別あなたの願い聞いてしまいます。いやん、ちょっとだけどのメンバーどんなお願い事をしてほしいか記入ください。なんか言ってください系かな。そのガラガラくじ終年後推しメンとツーショットプレ撮影、推しメンからありがとう動画だって。お見送り会動画撮影権利8名もいるよ。へえすごいね、めっちゃクリスマスやん私言うやつやだ恥ずかしいよあれ。なんか握手会とかで言うのはまだ2人だからいいんですけど、いっぱいの人が見てるところで言うの恥ずかしいそう、毎年去年のエンチめっちゃ楽しかったんだよね。そう今年はでもいっぱい、私のファンの方これやってよ、当てて頑張って、推しメンからありがとう動画1名だって、頑張って後日動画届く権利となります。ありがとう動画頑張ってください、私のファンの皆さん、私これやりたい。でも後日届くんだって。でも私のファンの方がいっぱい公演のクリスマス公演来てくんないとあれですね。あ面白かったね、去年はクリナが自分で弾いたのが面白かった。そう去年栗山さんが司会やってて、確か4公演出演したよね。パジャ、メ、T2 みたいな全部出演したのに自分が最後したりとかしてた、めっちゃ面白かった。面白かった、去年面白かったね。でも3日間もしかしたら私とお会いできる方がいるかもしれないので、23、24が握手会でしょ、だからもしかしたら3日間で、しかも劇場にこう行きたいと思って、なんて言えばいいの、その土日はおしゃべり会でそのままお泊まりしてねとかも当たれそう、楽しみ。でももう今の H のメンバーでできる公演もあともう数回あると思うので楽しみましょう。ちびっこたちが入っていきます。なつさんありがとう、やっさん、まとうさんも、ともみんさんも、ニコラスさんもありがとう、佐藤もありがとう、ハリーさんもありがとう。そうちびっ子たちが入ってくるので3人入ってくるので16人になるかな。もうユニットが2回転することもなくなりますしね、誰かアンダール入ってくるってこともねなくなっちゃうし、そうね、だからいつも決まったメンバーでする公演って感じになるとは思うんですけど、だから今のサボテンのメンバーでできる MC がもうあと何回かってことでしょ。
ねえ、そういうことでしょ。私サボテンの MC が今のサボテン、新しいサボテンのメンツがどういうメンツか分かんないけど、すごく楽しくって相当楽しかったから、それがなくなっちゃうのはすごく寂しいんですけど、まあ、新しくね入ったところでいろんなのがそうそう出るとは思うんですけど、ぜひおしゃべりなメンバーがサボテンに入ってきてくれたらいいなと思います。おしゃべりな子が入ってきてくれたら嬉しいな。なんかサボテンの MC ってわかります？なんか自画自賛じゃないんですけど、本当になんかこうゆえるちゃんが一応大体いつも司会やっててくれてて、だけどゆえるちゃんがあの振らなくてもみんなが一緒にお話できたりするじゃないですか。そうそう、だからそれをこの前褒めてもらうこととかも多くて、そうそう、だからなんかその雰囲気がね壊れないといいなってすごく思うんですけど。いくのちゃんサボテン希望してたよだってそうなの、いっぱいおしゃべりしてくださいどうなるかわかんないけど、でも3人増えるってことだからね、どこがどこにどこ入るのかわかんないけど、ミルンさんとかめっちゃおもろいんだもん。もうサボテンのミルンさん私大好きちゃんと一番端っこ支えてくれてる感じ。まあでも1月からチームHも変わりますのでよろしくお願いしますって感じですね。はい、楽しみ、新しい子たちが入ってくるの。怖がりじゃない、ハッピーバーディーガラスレンディア、怖がりじゃない、ハッピーバーディー。16、25、28、もう今月も8回、7回しかない、12月のおしゃべり会が再来週です。やば、もう9日だもんね。今日はとっても甘えん坊で、私がお風呂に入るとするだけでどこ行くのって顔するんです。さっきお城のお散歩行ったね、楽しかったね。やっほーやっほー、パンパパン、私がお風呂に入るだけよ、だって見渡す限り砂と岩、つっちゃん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 どんな、どんな地図も果てしならないし、大根しな、のちゃん起きて、だって。おはー、私何時からショールームやってる？もうちょっとで7時。
本当だ、19時13分からやってるのね。じゃもう1時間くらいやってるってこと。あ、まだ1時間じゃない、言うてまだ30分しかやってないの。私もうちょっと今日1時間2時間くらいやるつもりで行ったんだけど。明日が朝早いのだ、早いのだとか言って頑張って起きなきゃ。早いって言ってもそんな早くないけど。遅刻できないって感じ。いやでも待って、私ショールームしときたいって考えたら7時半起きやね。明日は7時半からショールームしたいと思います。ワンチャン8時もう8時はダメだ、ギリギリすぎる。私が朝できなかったらもう今日明日できないと思っててください。嘘やめた。明日は私が8時から配信をしなかったら帰ってきて事務所ですると思ってきてください。でもそんな長い時間多分できないから30分くらいかな。なんか朝むすんの無理な気がしてきた。だから7時8時前後から配信が始まらなかったら福岡帰ってきて事務所ですると思っててください。んかそれがまた事務所で配信が私がしなかったらしないと思っててくださいって感じ。よろぴくー、よろぴくー。楽しみ、大分めちゃくちゃ楽しみ。なんか美味しいもん食べれたらいいな。はーい、だってはーい。最近ね、マロンのブラッシングにハマってるの。でもね、マロンは嫌いだからね、いや、そうなの。まこたんかわいいね、寝たね。うん、偉いね。あんまブラッシング好きじゃないのに。でもね、モフモフなワンコの方がねモテモテよ。マロンくんかっこいいなーってお散歩行った時に思ってもらえるよ、マロンくんって。あ、どこのかっこいいワンコだろうって思ったら、あ、マロンくんか。
パーと思ったらマロンも嬉しいでしょでいつもこんなこと言いながらマロンにブラッシングしてます。そうなの。キュマロくんそこ変わってって変われません変われません。自分でできないからね。板チョコアイス食べたい。私ね、冷蔵庫の中に今板チョコアイスがあるんだ。板チョコアイスたまーん食べたくなるからさ、買っとくんだけどさ、食べたい。いいなだって。ヨックモックって何？調べる。あ、私もこれ好き。好き好き。私これが好き。これ、これ買った？これが大好き私。よく差し入れでもらうんですよね。どこのヨックモックっていうのね、私どこのか分かんなかったからさ、いつも美味しいと思って食べてたんですけど、ヨックモックっていうんだ。めちゃめちゃ美味しいよね。これ美味しいのよ、めっちゃ。私も好きよ。でも売ってるんだね。20本で1700円だってまあアマゾンだけどこれ。ちょっと板チョコアイス食べよう。みんなみんなって私しか食べないけど、まだ8時だもんね。ちょっと じゃじゃーん、板チョコアイス。私これ好きなんだ。でも洋服を汚しやすいので、赤ちゃんみたいにします。
ずるいだって。私が買ったんだもん。これマジで美味しい。さすがに見食べたことない人いませんか？これはね、食べたことない人もしいたらもう絶対食べた方がいいと思います。私セブンでこれのホワイトチョコ味が売ってたんだけど、それもめちゃくちゃ美味しかった。開け方間違えた。ホワイト食べよう。いただきまーす。うまい。これ明日頑張れる。これをね考えた人天才だと思う。森永。マジで面白い。セミちゃん食べた。ここにいると冷蔵庫近いから食べちゃう。自分にはハマりませんでした。あ、でも私もそんないっぱい食べないけど、食べたいと思ったから買っといたら食べ、今食べちゃった。なんか冬のアイスも美味しいよね。なんか夏のものかと思いがちだけどさ、冬のアイスも美味しい。チョコモナカジャンボですか？だってチョコモナカジャンボも好き。私あれ美味しいよね。最近の皆さんの美味しいアイスはありますか？私最近めちゃくちゃハマってます。アイスがないから。ピノの芋が美味しかったのにもうないんだもん。甘すぎるだって。まあ確かに結構甘いかも。確かに。明日の朝買うの？朝ごはん？これ珍しいタイプ。なんかないですか最近美味しいの？あんまないですね。あんま私ミニストップのソフトクリームだって。ミニストップが近くになくない？チョコが垂れてないか。
うーん、私感動したアイスはもうピノのお芋かも。あれが感動しすぎてそれ以来食べてないんですね。めっちゃめっちゃ好きってやつはあんま出会ってない。もうなお福コーヒーのプリン付きのアイス付きのプリンが美味しかった。あ、私も食べた。美味しいよねあれ。まあヨエルちゃんとクリーナと一緒に食べた。あれ美味しい。ハーゲンダッツ高いじゃん。美味しいんだけど。もういい、もう高級ですって味がするよね。もう僕は高級ですって味がする。2回も言っちゃった。高級ですって味。美味しいよね。うんうんうん。美味しかった。うん、ブラックモンブランだって。抹茶のやつでしょ、ほうじ茶とか。私あれ食べてみたかったんだけど、なんかね、見て結局出会わずに、出会えなかったんだけど。はぁ、美味しかった。幸せです。ヒロタール、ルナさん、体の約 70% がビール。やばいねそれ。すごいじゃん。お水飲みなさい。ヤスさん、カッツン、カンタムさん、シラミフライ、朝ごはんありがとう。ノブリン、ありがとう。でもそれで言うと、私はあのお水を飲まなすぎて大変なの。本当に水分を取るの忘れちゃうからね。一緒にお水飲みましょう。私もゴミ詰めた。詰めがちよね、板チョコアイスの箱。私も詰めちゃう。普段何飲んでるんですかって。飲んでないんですよ。飲んですらないの。やばいよね本当に。マジで危ない。水だから、水と一緒に横に行動しないと、あのマジで忘れちゃう。水本当に。でも私水があんま好きやないからお茶なんですけど。忘れちゃうねえマロン。寝たのか。起きてるね。そう、寒いからさ、取らないのもあるけど、めっちゃ忘れちゃう。本当に良くない。
ご飯の時飲みませんね、あんま。ここに座っててテレビとか見たらやっぱ水があるから飲むんだけど、もう自分の部屋に移動しちゃったらないからさ、水が。飲みましょう、みんな。水はいっぱい。マロ水飲みだもんね。僕いっぱい飲むよね。今日機嫌が悪いね、あなた。そんな感じで明日もちょっと朝が早いので終わりにしようかなと思います。今からはまだ8時なので、ドラマ一番好きな花を見て、一番好きな花を見て何かしたいと思います。あ、インスタ投稿したいなと思うので、インスタ投稿したりとかしようかなって思います。メールも送ります。はい、ではランキング見たいと思います。13位がウィンパディ、12位がニコラス、11位がニジプ、10位がオカモン、9位がナッツさん、8位がハリーさん、7位がプリントーさん、6位がターの魚さん、5位がノブリン、4位がトマさん、3位がヤスさん、2位がゴージ、1位がサセボのてっちゃんでした。てっちゃん、そのもう名前忘れた、そのサクサクのクッキーを食べて明日は大分で会いましょう。ありがとうございました。いっぱい食べてね。ってことで今日の配信は終わりにしたいと思うんですけど、明日は大分のイベントがありますということで、私はすごく楽しみです。なので皆さんもまだね、入場が無料なので、まだこれ行きたいなって思ってる方も来れますし、そうそう、近くのね方はぜひちょっとお友達誘ったりして来てほしいなと思うので、気をつけて来る方は来てください。はい、では皆さんまたねー。バイバーイ。ありがとうございました。